日本で東日本大震災が発生した2011年3月頃、アフリカでは過去最大規模の干ばつが発生し、中でもソマリアでは干ばつによって飢饉が発生、数万人の方々が犠牲になったそうです。雨や国際社会の支援によって飢餓宣言は解除されたそうですが、ソマリアでは内戦が再び悪化し、多くの子どもたちが大変な状況に置かれています。またアフリカのその他の地域でも100万人を超える子どもたちが飢えと感染症の脅威にさらされているそうです。そうしたアフリカの子どもたちの命を守るために、ぜひ皆さんの力を合わせて支援していきましょう。